はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。ジャートクです。今日は久しぶりのカゼンド VS 特のコーナーです、うん、結構空いたね。1週間、2週間ぐらい1週間ぐらい空いたのね、はい、第何戦目、5戦目6戦目か。6今3勝2敗だっけ。そう、3勝2勝3勝2敗でございます。はい、私が2勝、徳が3勝です。先に受賞した方が SR ガチャ引くまで、はい、SR のキャラクターって言わない、なんていうの、キャラ、 SR のキャラが出るまで回せるというコーナーでございます。うん、で第6戦目はですね、サクセスなんですけど、どっちが先にセンス丸を引けるか耐久戦でございます。スピード勝負じゃないですよね。スピード勝負じゃない。1回とか2回とかそういう感じでございます。では早速いきたいと思います。同時に俺もやって、そうお見せする感じですよね。そう、いやー怖えなー。ちょっと待って、次俺ねセカンド作りたいんだな。僕は外野です。外野準備できたんでしょうね。はい、よし、準備できました。そうだ、これ俺フレンドに今いつも借りたい能見さんがいないんですよね。そういうのやめてくんない？なんで誰を借りようか。ん？風に、うるせえよ。鮮度内藤メール、よし、じゃあ1回目いいですか。せーの、どうす。これさ、俺の方が不利じゃない？いや、なんでですか？だって俺さっきセミスまで引いてたよ。これはもうあの、すべてのユーザーからのルーレットなんで大丈夫です。そうなの？1回目ダメです。え？ダメじゃねえか、ダメって言えよ。はい、諦める。うわ、これもったいねえ。ちょ待って、俺これストーン買いたくねえよ。安心してください。出してよ。出しますよ。うん、ストーン変えたくねえよって今さら言うなよって話になってんだけど。2回目いきまーす。いきまーす。せーの、よいしょ。回数数えててね。これ2回目ですか。さあ、来い来い来い。出ません。はい、次行きます。これきちいな。長いぞこれ。長えぞ。ピッチャーパターンもいいし、もっと俺のこんなんで一生ついちゃうんですよね、どっちかに。そうだよ、こんなんでっていうのはお前真剣勝負だぞ、これも。うんげすぎ。俺行っちゃいました、行っちゃいました。3回目スキップオフ、ショートカットを設定する。はい、終了。え、今初期評価全く一緒じゃなかったですか。本当にそんなの見てない。126票でした今。はい、次行くよ。次何回目。4回目。4回目。ファースト1個目一周じゃん。いくよ。はい、せーの。いやー、出ちゃっていいぞ。出てくれ、早めに出てくれ。来い。次5回目。5回目です。出ないな。そうなんですよ、僕のフレンドで、うん、5回目いくよ。はい、行きましょう。ノーミプラゴ持ってる人いたらぜひ。お前もう飽きねえんだろ。あんの？飽きあります。うん、飽きさんだ。飽きさんです、今飽きさんしてます。さあ5回目。おっ、ちょっと待ってください、俺間違えてスキップあれしちゃった。俺もうなんかついてる。
俺なんかついてる。お願いします。ゲー、勝ったー。待って、早くない？勝った勝ったはい。ってさ、うん、なんで今の7回前ぐらい、え、5回目これ5回目、5回前に僕サクスセンス丸出してるんですよ。で、これ後ほど早いの、明日か明後日動画上げますけどそんな、俺も絶対勝つと思ってたんだけど、ね、すごくない？え、すごいね、俺ねはい、ということでこれでカゼンド3勝3敗のイーブンまで持っていくというね動画でございました。よかった、勝った。何かよ、なんだよ、6回中2回戦丸、すごいね、3回に1回戦丸でサクセスができるんですか、カゼンドさんは。そこさ、あのちゃんとあの5問内にちゃんと言えるようになるガーサスです。はい、じゃあそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。